はい、こんにちは、料理道サムチャンネル、サムです、本日もですね、料理の方を、作っていこうと思います。はい、ですね、今日はですね、こちらの牛肉をですね、使ってですね、以前ですね、インゲンのですね、佃煮を作ったと思うんですけど、佃煮を今日もまた、作ろうと思います。今日はですね、この万願寺とこのこちらの牛肉を使ってですね、佃煮を作っていこうと思います。で、レシピはね、本当前と全く一緒のレシピで、作りますので非常に簡単です。はい、なので、まあ、ご家庭でもね、ご機会がございましたらですね、作ってみてください。はい、それでは早速始めたいと思います。はい、今日使う、材料ですね、こちら牛肉細切れ1キロ、あと万願寺唐辛子ですね、土生姜と、唐辛子もちょっとだけ入れます。あとお砂糖と、あ、そうそう、お酢もですね、以前のやつにはちょっと入れてなかったんですけど、今日はちょっと入れます。はい、あと濃口醤油、みりん、料理酒ですね。はい、以上の材料で、作っていきます。まずはじめにこちらのもう、事前に洗ってる万願寺唐辛子ですね、こちらをはじめに処理していきたいと思います。ここを取っても今日はね、真っ二つ、斜めに真っ二つですね、取って、斜めに真っ二つ、大きさはこれぐらいで、はい、ちょっとね、ピーマンも入ってるのでね、ピーマンは、種はね、ちょっと取ります。万願寺の方がね、切れました。はい、生姜ですね、ちょっと切っていきます。これはね、もう、千切りでね、切ってください。分厚くてもね、細くても、全然 OK です。はい、唐辛子ですね、唐辛子も一緒に、切ります。これはね、お好みで、入れてください。今日はちょっとだけ入れてね、その代わりちょっと締める、味を締めるのにちょっと酢を入れます。はい、初めにですね、牛肉、こちらのね、細切れ牛肉、強火で美味しそうな肉を見てください。この油も乗ってね。はい、こちらをですね、油引かずに、このまま油引かずにですね、このまま始めちょっと炒めます。1キロですからね、今日はね。完全にね、火を通すのではなく、7分目ぐらいか、6分目、7分目ぐらいまでね、ちょっと火を通します。
してね、もうこちらも入れちゃいます。これぐらいですかね。これぐらい炒めたらですね、お酒をね、煮なくと全部同量で入れていきます。200、こちらもね、200cc 入れます。お砂糖もね、同量の 200cc ですね。今度こちらの万願寺唐辛子、ガバッとね、これ液体がね、少ない、今はね少ないように思いますけど、だんだんね液体がなくなってきますので、はい、ちょっとこれでしばし待ちます。美味しそうなね、匂いがね漂ってきました。で、こちらのですね、銀ホイル、このようにしてですね、ここから、約10分中火でしていきます。約10分、はい、はい、でですね、時折混ぜ合わせてください。このようにして、このように一度ね混ぜ合わせて、またあと5分40秒ぐらいですね。そうしましたらね、はい、今ですね、ちょうど、10分経ちました。うわー、見てください、これ美味しそう。そしてね、今日はこちらに中にですね、お酢を入れます。お酢を 50cc 入れます。ちょっとね、味を締める意味でね、 50cc 入れてください。そしてここで一気に強火にします。完全にちょっと強火にします。もうちょっとね、水分をね、脱ぎたいのでね、ちょっと強火にしてですね、このように混ぜ合わせながら、作っていきます。美味しそうですね、これね、ほら、美味しそう。いい感じでね、だいぶ水分も抜けてきましたのでね、ほぼほぼ牛肉の脂ね、これもね、うまみがあるのでね、あとね、まあお気づきな方はね、わかると思うんですけどね、今日なんか明るくないですか、この、これなぜかというとですね、こちらほら、これをね、ちょっといただきまして、僕のね、大親友にね、これはもうほんと最高のアイテムをね、タイでいただいたので、もう早速使わせてもらっております。はい、いつもね気にかけてもらって本当に、ありがとうございます。はい、こんな感じですね、いい香り、最高です。めちゃくちゃうまい。完成になります。エゴマ。エゴマですね。
韓国のね、刺身とかね、焼肉とかにね一緒によく食べるエゴマなんですけど、これを今日いただいたのでね、これをちょっと引いてですね、こちらのほら、佃煮、出来上がりました。牛肉と万願寺唐辛子の佃煮です。はい、これはもうご飯にでもね、ビールのあてにでも合いますので、ぜひご家庭でも、今日のレシピ非常に簡単ですので作ってみてください。はい、それではまた次回、ご視聴お楽しみに。